倉庫の<庫>そ,そ,そこそこラジオ。ガソリンの価格が上がってますよね。ついにリッター160円超えなんていうことで、どうも関西で喋り手などをしております倉庫と言いますそこそこラジオというわけで今回はガソリンレギュラー廃屋のの底がです。ついに僕も満タンで。 600円を超えてしまうというようなね値段になりましたがなんて <laughs> まあ原付きですけどもねとはいえですよ以前は500円ワンコイン以下で済んでたこともあるぐらいなんですよ。リッター30円な イメージあったんですけどその時は満タンでたい4リットルぐらいなんですけど500円以内に収まったりとかいう時もありましたからね今はもう600円超えたりということでどんどん日に日に上がってるなっていう感じがするんですがそんな中ですねふとねまあさらに値段が違うわけじゃないですかレギュラーと廃屋でだいたいリッター10円 ぐらいいの方が高いんですかね僕生まれてこの方廃屋をですね入れたことがなくてねもうイメージはガソリンのこう高いガソリンタイプでなんかエンジンもきれいになるっていうような捉え方をしておりまして。 あのいいガソリンっていうやっぱイメージないですか、うん、あのどういう違いがあるとかよく分かってなかったり実はしたんですけども皆さんはレギュラーハイオク何が違うかご存知でしょうかね。オ、ま、ク、あ、プレミアムガソリンとも言われているので高級ガソリンと勘違いしてる方もいらっしゃるかもしれませんねと。 あるサイトに書いてあるんですが僕まさに勘違いしててレギュラー入れてる車でもたまに廃屋入れたらエンジンがきれいになったりするのかなぐらいに思ってたんですけどそれダメみたいですねそもそも廃屋っていうのはまあ使用されることが多い車種っていうのはスポーツカーとか広廃棄両車まあ高級車が多いと。 いうようなことなんですけども、このハイオクの意味ですけど、オクタン価が高いハイということでハイオクらしいですね。オクタン価の価は価値の価、まあオクタンが入っている率が高いのがハイオクタンということでハイオクだと、いう。 ことなんんでですけどもじゃあ億単価が決まってるんです、ね、その日本国内ではこの億単価がこれ以上は廃屋とか96以上が廃屋レギュラーは89以上というのが決まっているということで、うん、億単価が高ければ何が違うのかといえば ノッキング現象が起こりにくいということらしいんですけどもノッキング現象ノッキングのしにくさというのがオクタン化の違いにあるノッキングってなんやねんということになりますねノッキングとは車内部の車の中のガソリンが車が意図しないタイミングで爆発を起こすことを言うオクタンが たくさん入っているオクタン価の高い廃屋はこうした事象を防ぎやすいと言われているということです。まあ、そのエンジンに対してこう。優しいというか痛めにくいのが。廃屋ということらしいんですけども。その？ 先ほどどの話ですけどそのじゃあどのエンジンにも廃屋がいいのかといえばそうではないということでそれはやはりあの車作られる際にですねレギュラー仕様のエンジンオ屋仕様のエンジンということであの作り分けられてるということなのでその辺をきっちりですね知って入れとかないといけないということですけど、まあ、間違って入れてしまって でもすぐさまこうどうこうなるっていうわけではないらしいんですけどもあのゆくゆくはねやっぱ車には良くないということで廃屋専用車っていうのがやっぱレギュラー専用車とかそういうのが決まってるということでそれぞれの、えー、油脂を共有することによって最大の効果が発揮するように作られてる。 なんか廃屋は燃費が良くエンジンに優しいもイメージもありますけど車のエンジン設計は使用するガソリンに合わせてるので廃屋かレギュラーのどちらかで優劣を決めることはできないと。で廃屋車はスポーツカーや高排器量車高級車外国車が多いでレギュラー専用車は軽自動車から一般の乗用車が多いと僕一般の乗用車持ってる人でもなんかエンジンにいいから言うて。 廃屋を入れてた人を知ってるんですけど正しくはなかったっていうことです逆にエンジンに良くなかったんじゃないかと思われるんですがしかしこうヨーロッパではオクタン価が95以上のガソリンしか販売されてないと日本が96まあ、だから廃屋のガソリンしかほぼ販売されてないとヨーロッパではなので平行輸入のヨーロッパ車なんか乗ってるという方は廃屋ガソリンを選んだ方がいいということで まあ、国によってもちょっとエンジンの仕様が違うということですが皆さん分かりましたか億単価が高いので廃屋。億単価が高ければ、えー、その分ですねノッキングしにくいと。まあ億単価っていうのはそのねあのー、なんだ。 車内部のガソリン車は意図しないタイミングで爆発を起こすノッキングをしにくいその混合物が入っていると。なんせまあガソリン中いうのはすぐ燃える非常に発火しやすい液体なのでえ取り扱い十分必要ということでガソリンを精製する過程で添加物か添加物を混合して発火しにくい状態にしてオクタ単価を高めているということですね。 はい、ネットでいろいろ調べて読んでは見てるものの、うん、まだ分かりにくいところもありますがそのガソリンを生成するあの仕方がまずねいろいろガソリンも軽油も原油から作られるけどもあの加熱される 温度によって違うということで沸点30度から180度地点でガソリンやナフサ170度から250度地点で灯油やジェット燃料240度から350度地点で軽油350度以上地点で重油やアスファルトが輸出されるいやそう考えると石油って本当にいろんな形で利用されててこれがやっぱね人類には。 必要不可欠なな燃料だなっていうことが改めてこのレギュラー廃屋の違いによってもガソリンはどう作られるかということも分かってえまたねこう燃料問題ほかその石油が枯渇したことの時とかね地球温暖化のことも考えてまたエネルギーということでねいろいろ考えていかなあかんこともありますが。 そしてなぜ今ガソリンが上がっているのかはちょっと産油国とかの問題ですかねちょっと僕そこまでは調べられてませんがもう少し下がってほしいなと思いますはい横の方より大変ですかねそうこうでしたさよならバイバイ